協会楠木副委員長にお願いします。それではお願いいたします。はい、皆さんのおかげで雨もだいぶ柔らかくなったと思います。朝早くからご苦労様です。それでは待ちに待った第14回大江戸みこし祭り in 木場公園、ただいまより開催いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて実行委員長でもある日本みこし協会岩崎会長に開会の挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本当に今日は先ほどまでの雨が上がりまして、先ほどの雨を見てて一番最初のこの大江戸みこし祭りの時のことを思い出しました。あの時も本当に土砂降りでしたけれども、みこしを出す時には今日今みたいにきれいに晴れて、いい闘技ができたと思います。今日もですね、またご登壇いただいております。いろいろ先生方がいらっしゃいますけれども、私ら日本みこし協会といたしましてもですね、オリンピックにおいて、いくらかでもお手伝いができればと考えておりますので、皆さんと共に閉会式の時ですか、その時にみこしを出して、各国の人たちと肩を並べて担いで、楽しい思い出を作ってお帰りいただければと、そう考えております。それには本日ご登壇いただいております諸先生方のお力添えがなければできないと思いますので、一つよろしくお願い申し上げまして、簡単でございますけれども開会の挨拶をいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日お忙しい中お越しいただきましたご来賓の方々よりご挨拶を頂戴したいと思います。衆議院議員大西秀夫様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。みこしを愛好している皆さんの声が心が天に届きました。神様に届いたんではないかと思います。雨も上がってまいりました。恒例のみこし祭り、皆さんの心意気でですね、今年も盛大に開催をされまして、本当に心強い限りでございます。今日は艶やかな国会からもお二人の
先生方お見えでございますけれども、私ちょっとこの後地元の江戸川区で区民祭りをやっておりまして、そこへ行かなければいけない関係で先にご挨拶をさせていただきました。どうぞ皆さんが地域のために、そしてふるさとのために献身的に頑張っている、その心意気でですね、私たちの地域をさらにさらに元気にしていただきたいと思います。そして2020年には東京にオリンピックがやってまいります。岩崎会長からも、おい大西さん、世界からのお客さんの時に見越しで歓迎したいんだよ、なんとかしろよという葉っぱもかけられているわけでございまして、どうぞこの皆さんの心意気が世界中に広がるように、我々もみんなで力を合わせてお手伝いをさせていただきたいと思います。どうぞ今日一日、皆さんの素晴らしい神輿が多くの人々に感動を与えてくださいますよう、心からご祈念を申し上げてご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、衆議院議員高木道夫様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました公明党衆議院議員の高木道夫でございます。今日は盛大な雨を跳ねのけての第14回大会、大変におめでとうございます。この日本神輿祭り、私もすぐ近くに住んでおりますもので、歓迎のご挨拶で毎回伺わせていただいておりますが、通常であればこうした雨の中で中止になる行事が多い中で、神輿祭りだけは全く違う。もう皆様が、多くの震災があった時も、そしてまた様々な時も、日本の景気が悪い時も、日本をわっしょいと盛り上げてくださった、その皆様の心意気の表れであると思っております。まだまだ、多くの、熊本の問題、そしてまた復興多くありますけれど、皆様のお力をお借りしながら、2020年オリパラの時には、皆様の素晴らしい守ってこられたこの文化が世界中に発信されますように、私たちも力を合わせて頑張ってまいる決意でございます。今日も無事故で元気にお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。皆様お忙しいご公務の中お越しいただいたんですが、お時間の関係上お名前をまずご紹介させていただきます。衆議院議員鴨下一郎様、本日は秘書の小松崎さんに来ていただいております。おめでとうございます。衆議院議員柿沢美人様、本日は代理の方に来ていただいております。自民党東京都連最高顧問深谷隆様、はい、今こちらに向かって来ていただいております。ありがとうございます。衆議院議員松本潤様、衆議院議員園浦健太郎様、本日は代理の方にお越しいただいております。参議院議員片山さつき様、はい、参議院議員竹谷俊子様、参議院議員三藤昭子様、本日は秘書の勝又様にお越しいただいております。参議院議員武見敬三様、本日は秘書の方に来ていただいております。都議会議員加藤正幸様、おめでとうございます。都議会議員山崎一輝様、都議会議員山内明様、おめでとうございます。江戸川区議会議員藤沢真一様、おめでとうございます。品川区議会議員稲川貴之様、都議会議員日本神輿協会顧問中谷文隆様、おめでとうございます。
都議会議員桜連合相談役桜井博之様。東京都大島町町長三辻俊博様。東海汽船株式会社旅客部長内越様。木場公園センター長吉田健二様。それでは、皆様を代表いたしまして中谷様、東京都議会議員日本みこし協会顧問の中谷様、お言葉頂戴できますでしょうか。ご紹介いただきました、東京都会議員の中谷文隆でございます。大勢の皆様方が今ご紹介されましたが、都議会の山崎、地元の山崎一樹さんと品川の山内さん、それで墨田区の加藤先生とおいででございますけれども、代表いたしましてご挨拶を申し上げます。今日はあいにくの雨となりましたけれども、皆様方の気持ちが通じて、雨が上がりました。ぜひ、この日本の素晴らしい伝統文化であるみこしを通じて日本の文化を世界に広げていただきたいと思います。2020東京オリンピックパラリンピックも近づいております。皆様方の心意気でこの日本の素晴らしさを日本世界に広めて、いただきますよう、今後とも皆様方のご活躍を心からご祈念申し上げます。岩崎会長、そして時田理事長さんを中心にされまして、日本みこし協会のますますのご発展をお祈りをいたしまして、ご挨拶に帰ります。どうもおめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、東京都大島町町長の三辻様、どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま紹介になりました伊豆大島の町長の三辻俊夫でございます。本日はお招きに預かりありがとうございます。まずは第14回大江戸みこし祭り開催、誠におめでとうございます。皆様には平成25年伊豆大島土砂災害の際には様々なご支援ご援助をいただきまして、この場を借りて厚くお礼申し上げます。おかげさまで復興住宅が完成し、また復旧した観光プールも被災した観光プールも復旧し、この夏にはオープン。そして三原山に通ずる道路五人化スカイラインも先月の10日に再開通するなど、今私たちは復旧復興に向かって着実に歩んでいるところです。さて伊豆大島とは毎年1月の下旬から3月にかけて大島最大のイベントである椿祭りを開催します。この椿祭りのオープニングパレードに日本みこし協会の方がもう毎年何十年も参加していただき、改めてお礼申し上げます。町民一同楽しみにしておりお待ちしてますので、どうか末永く椿祭りに参加していただくようお願い申し上げます。終わりに、日本みこし協会のますますのご隆盛と皆様のご健勝ご多幸をお祈り申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。ありがとうございました。続きまして東海汽船株式会社旅客部長内越様、よろしくお願いいたします。どうもはじめまして、東海汽船株式会社です。私どもの会社は、民間でございます。国や都や、皆様の、お力を借りまして、会社を発展させてまいりました。どうも皆様、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。今日はお招きいただきましてありがとうございました。続きまして木場公園センター長の吉田様、よろしくお願いいたします。おはようございます。雨も、上がりまして、皆さんの祈りが通じたんだと思います。本日は、元気いっぱい、また皆さんの演舞を繰り広げていただきたいと思います。
皆さん、また今後の日本みこし協会のご発展ご利用性を祈ります。簡単でございますがご挨拶させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様お忙しい中、現職の竹谷俊子先生お越しいただいておりますので、結びにお言葉頂戴できますでしょうか。よろしくお願いいたします。大江戸みこし祭り、雨が上がっての開催、本当におめでとうございます。公明党参議院議員の竹谷俊子でございます。7月の参議院議員選挙では皆様のお力をいただいて2期目の当選を果たさせていただくことができました。2020年オリンピックパラリンピック、皆様が大切に受け継ぎ守ってきたこの日本が世界に誇るべきみこし文化を大いに発信をしていけるように、国と東京都と力を合わせて取り組んでまいりたいと思います。本日無事故で大成功されますことを心よりお祈りしております。おめでとうございます。ありがとうございました。この後後ろのステージでは芸能の部が行われるんですけれども、そちらの芸能の部を代表いたしましてチーフの祭り五郎さん、この後のステージに向けてちょっとお言葉頂戴できますでしょうか。よろしくお願いいたします。こんにちは。雨降ってて、今日担ぎ手が少ないかなと思ったんですけど、例年通りに、ご参集いただきまして本当にありがとうございます。今日担ぎ手皆さん一人一人が主役でございます。我々は、皆さんを盛り上げるための歌でございます。歌謡ショーの方も一生懸命やりますんでよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。一応もちましてオープニングセレモニーを終了させていただきます。皆様本当にお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この後ですね、コンテストが行われる前に、後ろのステージで芸能の部を始めさせて、
刻を図っています。また19歳の選手は彦根市15代秋子中継元年の結果中和でパリ、オーストラリアなど世界の伝統を見せにて注目を集めています。Thank you.
Thank you.
ございます。現在もみこしを愛する同志とともに調理しています。昨年は水害に見舞われ多大なお力添えをいただき、今年はおみこしを出すことができました。この場を借りて熱く御礼申し上げます。次回深刻会です。Yeah!
Ah!
皆様から支援していただきました。
会東日本大震災から復興を祈願し投票を行うことができました。していただいたんですが、その年に発生した東日本大震災から復興を祈願し投票を行うことができました。千葉県筑波神輿連合でした。ありがとうございます。続いては Yeah.
Yeah!
Thank you.
Stop! 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 St
Oh!
Come on!
Yeah!
みこしのコンテストの表彰発表の前にですね、大変恐縮ではございますが祝電の紹介をさせていただきます。第14回大江戸みこし祭り in 木場公園のご盛会を心よりお喜び申し上げます。江戸の伝統文化とみこし文化の継承にご尽力されている関係各位の皆様、ご企画感謝を申し上げます。非協会の今後ますますのご発展と皆様方のご健勝を記念いたします。衆議院議員下村博文様より頂戴いたしました。ありがとうございます。お時間の関係上お名前のみ紹介させていただきます。国土交通大臣政務官参議院議員大野康忠様より祝電頂戴いたしました。衆議院議員牧原秀樹様より頂戴いたしました。ありがとうございます。国務大臣国家公安委員会委員長衆議院議員松本潤様より頂戴いたしました。ありがとうございます。それではお待ちかねの集計結果の発表です。まず宝酒造賞を女優の磯村みどりさん発表をお願いいたします。宝缶酎ハイ1名分ですね。よろしくお願いします。仲良し会ですか？なるほど、仲良し会の皆さんだと思いますが、はい、中ではこじんまりとしたとてもこじんまりとしながらも小粒で元気のいい、来年も頑張ってほしいという希望を込めまして、仲良し会ですね。確かはい、どなたかお出ましくださいませ。高橋酒造賞でございます。関東仲良し会の代表者の方、どうぞご登壇ください。お宝酒造賞は缶酎ハイ1年分でございます。皆さん運転はお酒は飲むことができないので、お家に帰ってからぜひ飲んでください。ダメだ、もう持ってないし、まだたくさんあります。どうぞ皆さん取りに来てください。1年分だそうです。1年分ってどのくらいなのか私にわかりません。すいません、ありがとうございます。もう10年以上久しぶりでこう賞いただきました。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。12ケースありますので、12で5ケース5ケース
ですね、ちょっとご報がこちらに入りました。ご検査なので5名の方どうぞこちらの方にお越しください。こちらお願いします。お飲みになったら1年じゃなくて、あ、大丈夫なんですか。あ、そうです、本当はもっと大丈夫だそうなので期待しててください。ありがとうございます。おめでとうございました。来年も頑張ってくださいね。ありがとうございます。続いて健康普及大賞の発表です。それでは日本写真協会山下健一様よろしくお願いいたします。それでは、健康普及協会賞を発表いたします。筑波みこし連合会です。どうぞ前の方へいらしてください。筑波さん、関係者の方前へ出てきてください。はい、筑波みこし連合の代表者の方どうぞご登壇ください。どういった点が心に残りましたか。皆さんがね、元気でにこやかで、それがみんなね、体にから感じます。そしてその体から発したものがみこしに乗り移って、大変素晴らしいおみこしでした。おめでとうございます。ありがとうございます。結婚復帰会賞はクオカード3000円5組に贈呈されます。筑波いただきました。筑波みこし連合です。今日はありがとうございました。雨の中たくさんの皆さんに、こんな素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございました。またよろしくお願いします。おめでとうございます。続いてサントリー賞の発表です。サントリー賞は日本みこし協会副会長楠木社長さん、楠木副会長から発表をお願いいたします。副会長がちょっと自分では言いづらいということで、ということはですね、江戸工技連合元流会おめでとうございます。とても元気よくですね、処分されてました。声も揃ってましたし、先頭にふさわしい見越しだったと思います。今年も素晴らしいですが、来年もさらに負けずに頑張ってください。じゃあどなたかこちら来てください。どうぞ。ブチブチ言ったから多分そうだなと思って。サントリー賞は3人モルツ5ケースです。あらあら、受賞をいただきましてありがとうございます。発表に際して、うちの楠木顧問が辞退したんでまさかとは思ったんですけどこういうこと、本当にどうもありがとうございます。おめでとうございます。続いて発表させていただきます。東海式選手、東海式選手は内越部長から発表をお願いいたします。大島ジェット船往復乗船ペアチケット3組ですね。東海選手、恐縮ですが、志向親睦会様志向親睦会様に、選ばせていただきました。では代表者の方どうぞご登壇ください、はい、東海地点賞志向親睦会様、はい、すいません多分もともですけど多分そうだな。迫力の満島みこしでした。ありがとうございました。すいません、去年は水害でちょっと出せなくて志向さんの方に迷惑かけたんですけれども、今年は協力団体皆さんの協力のおかげで、しっかりと満島みこし今日渡御できて、大変いい渡御できたと思うんで、本当にありがとうございました。
おめでとうございます。続いては宝珠道場の発表です。みこし駒札ですね、これは岩崎会長が発表していただいて小川さんがプレゼンテーターということでお願いいたします。今年の宝珠道場は、今年の宝珠道場は桜レモンさん、あ、ごめんなさい、千葉みこし保存連盟殿、千葉連ごめんなさい、ぬか喜びさせました。ということはなんかあるかな、わかんない、うん、ごめんね、慌てない慌てない、逃げないで、桜レモンさん、すいません、いただきました。去年は水害で参加することができませんでしたけれども、今年無事リベンジできて本当に幸せです。これからもよろしくお願いします。おめでとうございます。さあ、それではお待ちかねの第14回大江戸みこし祭り大賞の発表です。どなたになるんでしょうか。会長よろしくお願いいたします。そうなのか、最初は2位1分でございます。どなたに手に渡るんでしょうか。なんとですね、今年は同点で2組いらっしゃるということなんですね。一組目、桜連合さん、二組目、長州大和金曜むつみさん、代表の方はこっちへ上がってください。こっちへ上がっていただいてじゃんけんで決めますので、新入さん、ジャンケン強い人、総主山田の親友むつみさん、じゃんけんの強い人、勝ってくださいよ、だからお前が勝ちました、新入さん来ました、こちらです、俺言うんですから、ね、みんなが言うんですから、ジャンケンだ、あれいやいや、どうぞ、負けないし、負けても勝っても頑張ってたらよかったです、最初はグーですか。最初はグーですか。いきますよ、最初はグー、じゃんけんぽん、あいこうでしょ、最初は山手本の勝ちです。まだ降りないよ、一言もらわなきゃいけないよ。東京大和の皆さん、大賞おめでとうございます。毎年何かしら持ってる会でございまして、今年もまた、大賞を、持っていただくようになったんですけれど、また来年もございますので、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうも。ありがとうございます。
まさに賞をいただきました総集大和新運の娘です。この大雨の中、大和市から土砂降りになって、来た甲斐がありました。ありがとうございます。ただいま桜田英子さんがっかりしたようですけども、そこはちゃんと岩崎会長段取りしてございまして、また今日店舗も貼ってありますが、江戸の衣装をやってる上田屋さんの方から、こんな時にということで副賞をいただいております。それでは上田屋さん、それから鍋川さん、はい、どうぞ一言コメントを、こちらから、はい、じゃあ上田屋さん、はい、新潟県上越市の上田屋です。この度おめでとうございます。何が入ってんの？こちらはストレッチの桃原の一式になりますので、またやらせていただいて、特にまた借金をしてください。よろしくお願いいたします。おめでとうございます。ダメだから、転売はダメだからね。転売はダメだから、ね、いくらで買う？今日はありがとうございました。いただきまして、なんか間違えて呼ばれて賞もらったのかなっていう感じもあるんですけど大丈夫ですかこれ。来年はダントツで優勝もらいますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございます。はい、同点だったわけですね。ですね、当初にお話ししましたように、先生方が均等に点数をつけました。この対象は全く点数の合計だけで競っております。感性とかなんかございません。一番、高かった点数が199点。今の桜連合みこし愛好会さんと総集大和 CMT さん、この2団体でございます。そして、点数がたまたま低かったところが188点、その中に、まだ193点とか197点とか、もうすごく近接なんですね。1点2点の差で皆さんが大賞を逃しているところでございますので、来年は絶対うちが取ってやるというの勢いで頭1年間練ってですね、素晴らしい勝ち振りを見せていただきたいと思います。一応点数の内訳で、一番高いところで199、たまたま低かったところで188でした。以上でございます。はい、ということだったので、桜連合さん、ぬか喜びとかではなくて本当に僅差で同点だったということです。はい、来年ぜひ期待しております。さあ、それではですね、最後に今一度日本みこし協会アカデミー理事長徳田公一郎様より閉会の挨拶と、そしてその後に、会長による大締めをお願いしたいと思います。やった方がいい。そうだね、役員で。じゃあ、協会の役員の方も。今回のみこしで、この大江戸みこし祭り第1回を結びました。そして今年、今日10月9日に14回をここで皆さんとめでたく手を締めて納めるところではございますが、お互いにみこしが好きで集まったメンバーが仲良く、そしてこれだけの大勢の方が熱気にあふれて集まっていただくみこしの祭典は、日本でもここだけではなかろうかと思います。神社でなくて皆さんの同好会の熱意でここまで続けてこられました。本当にありがとうございました。来年15回も記念の大会にしたいと思ってますので、皆様のさらなるご尽力をいただきまして、素晴らしい会にしたいと考えているところでございます。今日は皆さん事故なく素晴らしい会を作っていただきまして、心から御礼を申し上げます。誠にありがとうございました。それでは、3本に目をしたいと思いますので、皆さんお願いしてお拝借したいと思います。いいよー、どうぞ。どうもご苦労様でした。本当に早朝より、皆さんありがとうございます。また大雨の中ありがとうございました。はい、どうも皆様。